シネマ新地は、今季限りで、現役を引退する決意をしました。13年間本当にありがとうございました。プロ入りからマリーンズ一筋13年、勝負強いバッティングでファンに愛された男が現役生活に幕を下ろす。2005年大学生社会人ドラフト3巡目で東北福祉大学からマリーンズに入団した根本、ルーキーイヤーからプロ初出場初安打を記録するなど31試合出場、ファームではイースタンリーグ首位打者に輝くなど今後の活躍を予感させた。2007年初の開幕戦スタメンに抜擢される。6月19日にはプロ初ホームランを放つなど徐々に一軍での出場機会を増やしていった。3年目の2008年、2年連続での開幕一軍入りを果たし、セカンドのレギュラーをつかむと、4月13日にプロ入り初のサヨナラ安打を放つなど110試合に出場、規定打席には届かなかったが打率2割9分6厘と大きく躍進した。2011年、激しいレギュラー争いの中3年ぶりのサヨナラ打を放つなど存在感を見せつけた根本。2012年にはショートのレギュラーに定着し初の規定打席に到達、リーグトップタイの40犠打を記録するなどチームに欠かせない存在となった。2013年、その活躍が認められ背番号を現在の2に変更、勝負強いバッティングでチームを支え続けた。2017年5月19日、チームの連敗を止める自身4度目のサヨナラタイムリー。2018年8月19日にはチームを大逆転勝利に導く決勝打を放つなど、苦しむチームを根本のバットが何度も救ってきた。自分がいい時も悪い時も熱く温かい声援をしてくださったファンの皆さんには本当に感謝しているので、そのファンの皆さんの応援の後押しでここまでできたと思います。何度も壁にぶつかったが不屈の闘志で乗り越えてきた。その姿にファンも熱い声援で後押しした。千葉ロッテマリーンズ根本俊一、チームを支えファンに支えられた男がユニフォームを脱ぐ。千葉ロッテマリーンズ根本俊一、ありがとうございます。
マリーンズに入団して13年、素晴らしい経験をさせていただきました。本当に自分を成長させていただき、たくさんのことを学ぶことができました。今まで千葉ロッテマリーンズで13年間ご指導いただきました監督、コーチの皆様、たくさんサポートしていただきました浦和さんの皆様、13年間共に戦ってくださいましたたくさんのチームメイトの皆様、アマチュア時代の監督、コーチ、恩師の皆様、どんな時でも味方でいてくれた知人、友人の皆様、そして何より家族、両親には感謝の気持ちしかありません。本当にありがとうございました。あまり長くなりますと、皆様の帰る時間が遅くなってしまいますのでそろそろ締めさせていただきたいと思います。日本一の千葉ロッテマリーンズファンの皆様、皆さんが歌ってくれる自分の応援歌が本当に大好きでした。そんな中、大好きな野球ができたこと、そして今日ここで皆様に感謝の気持ちを伝えられること、本当に幸せに思います。これからは今グラウンドで立ってくれている選手全員と、今二軍で必死に頑張っている選手全員を、ファンの皆様と共にこれからも応援し続けていきたいと思います。そして明日共に戦ってまいりました岡田の引退試合があります。明日もファンの皆様、温かいご声援をよろしくお願いします。最後になりますが、皆様13年間本当に熱いご声援をどうもありがとうございました。ここで井口監督より花束の贈呈です。
ずっと回ってて、ローラビデオ撮ってるから、いいのI'm gonna go get some more.
Thank you.